の次言ってくれ、ばばばばばば助かりますわ。うん、え燃えてる、大丈夫大丈夫大丈夫、燃えてる燃えてる、大丈夫大丈夫、え大丈夫、あよかった大丈夫、おーママ、ふう助かった、ありがとう、いやよかったよかった、はい、情けは人のためならず、金のためですね。セーブして続ける青コインゲットですね。あ、金の方じゃ、ありがとうございます。何やったんだろう。太陽じーっと照りつけてほしい気持ちに変わりはないけど、焼けるのはもうごめんだよ。それで焼けちゃったんだ。じゃあまあとりあえず、次のステージっぽいところ行きましょう。なんか見つけた、え何、あ、これがピーチさらわれたよってやつ、マリオ、マリオ、あ、え、あ、ベロか、口から液体入ってるのかと思った、ブブ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 ブ、あーどっか行っちゃった、早ー早ーい、あれはピンナと、きっとあそこに犯人の隠れがあるんです、なるほど、あそこに行けと、なるほどなるほど、なんかすげえ光ってるよ、ものすごい光ってる、え、これは何、え、あ、何、え、は、あ、入っちゃった、あ、ピンナパークに入りました、というわけで、メカクッパ登場、メカクッパ登場なんで、じゃあやっていきましょうか、あーもう早速なんかデキ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 ってなってるーで、ん、何、曲も止まった、なんかいい曲、まずは振り返るね、これゲームの基本ですね、うわーいいね、これああ無理か、船で来たわけじゃないのに、船から降りてきたみたいな感じになってるんで、これは敵かな、あ、でも燃えてる燃えてるね、ちょっと、うん、なるほど、そういうことだ、オッケーオッケー、じゃあ話聞いてみようか、こんにちは、えへへへへへへ、あ、ピンナパークが動いた、はい、あー、なるほど、追いかけっこまたするぞ、ところね、こんにちは、あれ、うるっ、なんてことなんだったんだ、ん、なに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 、なにこれ、敵じゃん、絶対に、敵、待って、この時いい踏み、ちょちょちょ、こうか、なるほどなるほどなるほど、あー、ちょっと今のは遅いね、この時、オッケー、なんか、テーマパーク的な感じかな、ピンナパーク。うさま大好きで今、うちのちょっとという、あんたに、俺のスタンぐらい、あれあれ、ええ、で、そうやったらまた連反仕掛けてくるね。あ、ちょっと暗くなった、画面が。へぇ、おもろ、ええ、おもろ、いやよしじゃん、これ乗れる乗れるこれ。乗れるこれ。乗れるでっていう。でっていう。でっていう。ちょ、じゃあ話聞いてみよう。こんにちは。ん、ちょ、こんにちは。こんにちは。よしじゃ、卵から生まれるんだよ。ほら、この卵。うん、この卵ね。うん。よしは何でも石に。え？何でも石に変えてしまうの？え？ヨッシーって石に変えるんだっけ？どんどん明るくなるから、そのために、あ、そういうことなんだ。へぇー。ヨッシーは何でも石に変えてしまう。え、ヨッシーで石に変える、え、ヨッシーの能力で石に変えるんだっけ？あれ？ペロンポンって卵ですね。あ、ほんとだ。
ここにオレンジの要素あったんだ。ほんとだ。ここ、あれだよね。この、わかる。この真ん中上、棒がある。棒だけあるよね。ほんとだ。ちょっと話聞いてみよう。じゃあ、今はいないんですよ。昔はこの人もいたそうですよ。うん、よし、幻の生き物。じゃあ、こっち側行けとかね。また追いかけっこか。いや、もうちょっとこのピンナーパークちゃんと見たいね。うん。お、お客さんだ。これはこれよ。そう、私はピンナーパーク。あ、園長さん、どうも。おかしな亀の乗せたお客さんがめっきり減ってしまいまして、ご覧のようなありさまなのです。何か、これはというアトラクションでもあればいいのですがね、その亀を利用したらどうですかってことです。そんなに？あれ、今度は追っかけっこじゃないの？うん。え、ゴゴゴゴゴや。絶対に。ああ、波打ってるよ。波打ってるよ。ああ。ああ。ああ。どういうシステム、どういうこと？犯人逃げてしまいましたか？いや、とかじゃないのよ。とかじゃないのよ。え？絶対口から火吹くやん。え？メカクッパ登場や。え？いやーすごいです。これまた凝った演出ですな。最近のショーは手が込んでる。それにしても人が悪い。あなたがヒーロー役の人なんですね。ロールでおかしなものを担いでらっしゃる。そうとわかる私はここの園長として、ぜひとも協力させてもらいますぞ。ヒーローにふさわしい舞台を用意しましょう。ではこちらへ。え、ちょ、もう展開が展開が。展開がー、え、亀の乗り物に乗って、わあ、え、ミサイル撃っとるで。え、なに、え、なにこれ、え、わわ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 わう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 わで、で、で、うわ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 あよー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 なこれこれよーな。じゃみんな画面用意する人ごめんな。えいねこれあーなんかいるちゃうか。え、どうやってやるの。ちょっと近い音が近い音が近い。えでこれミサイルを装備してミサイル装備してこれ狙うのかな。それともこれキラーに当てんのかな。キラーに当てんのかな。キラーに当ててもしゃあないもんね。多分どっかのタイミングで、ああ、後ろからキラが接近して前から起きてるよ。なあ、なあ、あ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 あ、怖い。ああ、わかんない。どこ向いてるの。どこ向いてるの。どこに。どこに何が。え、でもこれ当てても意味ない。当てても意味ない感じするね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。待って。これを当てる。これを当てれてない。よし。で、これを。これ当たる？あ、なんかコースに当たった。え、で？やばいやばい。HPP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 P
この時はチャンス、この時はチャンス、この時にちゃんと狙、ちゃんと狙いたい。ここだ。当たる？あ、当たんない。うん。で、後ろからちょっと、で、こうだ。どうだ？ちょっと全然見えない。ここ。わかんねえ。命中しました。やったぞ、ほら。で、待って、後ろから、後ろが来てる。後ろが来てる、キラー来てるから、これ、これも出しておく。これも出しておく。あとで、あとで、よし、オッケー。で、ミサイルゲットしたら、ここ！おら！なるほどね。残り HP2 しかない。え！
これだ。ケイ命中しました。オラ。え？でホール。うわ。え、これおもろすぎるじゃないのよ。おもろすぎるじゃないのよこのステージ。え、このステージだけやろうぜ。え、このステージだけ やりたいわ。この子たちは、あれか。はぁ、あ、はぁはぁ。うわ、ひまわり？うわ、ひまわりだ！こんにちは。ん？喋れる？あ、喋れる。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。ちょっと喋る。喋れない。あ、喋れた。こんにちは。太陽の光がとっても気持ちいいわね。水をあげると、わーって言うわけ？うん。これみんなこんにちはって言うだけなのかな。あ、こんにちは。へぇー。コインとか、え？これ何？え、これ、え？これ何？おー、こんにちは。うるさ。ゆうちゃらここじゃないぞ。ゲーターはハブの向こう側だ。なるほどね。で、聞いたらここら辺探索したくなるのがやっぱ実況者ですよね。まあ乗るよね。うん。あ、え、これちょっとちょっと乗りたい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 。向こうに乗りたいんじゃなくてこの上に。の状態、ほら、なんかあると思った。ああ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 。なんかあると思ったんごー。けー、ほら。こういう高いところに何かあるって決まってるんですよ。うえい、金の亡者。本当にな。さあ、まあなんていうの、仕組みさえ分かればもうこんなもん楽勝ですよ。で、最初にもうすでにあれだね、もうロケットを持ってるんだね。ロケット持ってる状態スタートなんで、後ろが接近中なんで、もうこれはもうどうしよう、一発撃ってからですか。一発撃ってしました。ああ、ええ。今のもったいなかった。前からは？前からも来るやん。前からだけ言ってくれないんだね。で、これは、ここら辺。ええ。前から来てるから、これはもう出しておく。ええ。で、これも、ここら辺？あ、ちょ、後ろ。え？後ろ？あ、炎！あ、炎には放水か。あ、炎には放水か。言うといてくれた。さっきこれで死んだんだ。焦った。キラーは来てない。いいね。楽しい。うえ、近い近い近い。後ろから？あ、じゃあ前からやん。前からやんけ。え、なんか連チャンで来てない？うわ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 放水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 。後ろから前から本当に。後ろから前から。あ、キラー、え、キラーいなくなった。あ、これってキラーの数決まってるもしかして。キラーの数決まってるとかないか。後ろから。OK。で、あれがそろそろ手が、ちょっとミサイル。ミサイルどこ？オッケー、ミサイル手に入ったら、しっかり見て、しっかり見て、どこ？
どこ？しっかり、しっかり見て、しっかり見て。ここ！全然違ったわ。後ろからキラーが接近中。2個ね。OK。で、これチャンス！ねえ。うまいからも！で、これをね、ここ！当たってねー、当たってねー。前は見とく、後ろは回るよって言うから。やばい、あと1発？あと2発当たれば。レールの上の元ロケット取りました。このロケットを味覚で攻撃しましょう。え？うわ、ちょ、今後ろから来たね。ちょ、待って待って。後ろからめっちゃ来てるって。後ろからめっちゃ来てるって。後ろからめっちゃ来てるって。ちょ、全然前見えない。全然前見えない！うらい！うらい！一瞬の隙をつく攻撃。これがマリオ。マリオ！はい、こんにちは。え、なに？ベビー、僕の前に買うの？ピーチママを渡さないの？いつでも言ったんや。ピーチ出産しとったか。クッパお父さんは言ってたの？僕のはマリオと言われるのにさらわれたんだって。なるほどな。僕マーを助けに来た。ほう、落書きは？うん、マジックブラシ。あ、小山博士のやつだ。心当たりあるんでしょうね。うん、確かに。うん、ああ、物にしてる。頭を使いなさいって。なんか、クッパよりちゃんと喋るから、なんか、ジュニア感ないというか。ああ、マリオ！ああ！いや、てか、この機械は、どうやって作った？ コロナ？ちょっと敏感なワードでしたね。クッパ事件初登場作品なんだ、あれ。あ、そうなんだ。へえ。なんか僕、他のシリーズでさ、普通に見てたから、そうなんだ。いつの間にかいたって感じだったけど。これ初登場なんだ。へえ。あ、まあいいや。じゃあ撮りましょう。皆さん、念願のお待ちかねの社員証ゲットです。よいしょ！入社試験、合格しましたよ！はい、社員証ゲットです。セーブして続ける。よっしゃい。